皆さんこんにちは、イマンです。この動画へようこそお越しくださいました。皆様いつも本当にどうもありがとうございます。いつも心から感謝をいたしております。今は4月17日の午前中でございます。こちら愉快なお仲間からのリクエストだったんですけれども、これ私が寝込んでいる間のものでして、ちょっと時期を逸してしまったような感じはあるんですけれども、それでもね、私がどうしてもなんか占わせていただきたかったので見させていただこうと思います。また苦手な検証占いなんですけれども、タイトルはね、タイトルというかテーマは JK 夫妻アーキシカ、ね、この、悪の軍団ですよね。これは、霞会館に何をしに勢ぞろいしたのかということでございます。カードに聞いております。あ、それとね、皆様すみません、またお手数をおかけいたしますが、チャンネル登録者外しが行われていないかのチェックをよろしくお願い申し上げます。実はね、この前 1.86 万人になったんです。昨日だったかもしれないです。でもね、もう数時間後にパーッと10ほど減らされるんですよ。そうしますと、ほらパッと10というのは10人ねそうしますとパッと、もうほらちょうどこの狭間にあるものですから、また 1.85 万人に戻るじゃないですかね。なんかそういうので私のこの心理的にね、痛めつけようと思っているのか知りませんが知りませんが、ね、なんかそういうことが行われるんです。で、ね、またこれがね、前にもお話しさせていただきましたが、なぜか両陛下のことを占わせていただいて、この私のね、両陛下への敬愛の思いなどを語らせていただきますと、結構影響大きいんですよね。不思議ですね。ねえ、何なんでしょうね。本当にまたね、ムカムカーと今来ましたので、ちょっとまあ抑えてね、これからですので占いはちょっと抑えて、いつものように緊張とリラックスで丁寧に読み進めたいと思います。はい、それでは早速始めさせていただきます。この悪の軍団、何をしに勢ぞろいしたのか、まあおぞましい姿ですよ。全員がフェイク、もうなんか何でしょう、なんていうんですか、ああいうの、ゴムマスクですかっけ、なんていうんですか、ズボッとかぶったら顔が変わる、なんかね、ああいうものをもうかぶっているかのごとく、なんかね、本当に気持ち悪いですよね。気持ち悪い。では始めます。なるほど、21番、正位置。なるほどなるほど、これね、キーワードいくつかパッときましたよ。単刀直入とか率直なんです。で、これが教えていることは、これから起こる変化に備えなんです。なので、何か変化が起こることを予期しているんです、この軍団は。これって今ものすごくこう、もう本当に大急ぎでこうなっている、例のね、女性宮家だのね、旧宮家のとか男系男子うんぬんという、あのことかなって思いますね。これから起こる変化、と思うんですけど、これね、例えばこれから起こる変化が今ですと、ほらこのまま皇室典範改正され、いい意味でですよ、改正され、年宮愛子内親王殿下の立体視とかね、その変化に備えってことも考えられるんですけれども、これは違いますね、自分たちの中でこう計画している、そういう変化です。それに備えて率直、単刀直入にお話をしようとしている。で、これってなんか一本しか上がってないニュース動画を見たんですけれども、島津家の会合とかなんですよね。ね、なんかどんなことが行われて誰が集まっているのかとか、そのことはもう全然存じませんが、このどなたかに、まあ、どなたかたちなんでしょうかに向けて、率直にもう何かお話をする、この軍団、単刀直入に入る。で、向こう様にも
無制限で節度のない、なんかね、無礼講とか来るんですよ。別にあのお酒を飲んでおられなくても、ちょっとそういうニュアンス、うん、まあ、いいからあの意見を言ってみなさいみたいな、なんか見解、見通し、見方、そういうのをちょっと聞いたり、まあ、聞くふりですよね、これ。フェイク軍団ですからね、うん、聞くふり、そういう感じはするんですけれども、もう単刀直入にズバリと何かを、うん、話してるんじゃないかなって感じがします。そしてあとね、これってね、あの何か好ましい出来事と前向きな進展というのは責任を負った後にのみ期待できるっていうのがあるんです。なので何がしかの何かね、あのあなた方が期待できますよっていうことを提示してるんじゃないかなって思うんです。ただし、うん、そのあなた方が期待できる、期待してもいい好ましい出来事とか前向きな進展っていうのは責任を負った後でないとダメなんですよっていうことを話しているような気がします。ただ基本このカードは良くも悪くもやってくるものを受け入れる準備をせよというカードですので、そういうカードです。なのでまあもうやってくるもの、うん、結局備えろ、受け入れる準備をせよっていうことを言っているんだと思いますね。でね、ここに現れているのがここの人物なんですけれども、責任感のある人なんですよ。これ責任感のカードでもあるんです。あとね、非常に打算的、計算高いというか、そして抜け目のない現実的な人なんです、これ。なのであとね、不必要な危険は犯さない、リスクは負わないってことなんです。でこれはこの悪の軍団のことではないと思います。この悪の軍団が率直に、単刀直入に話をした相手だと思います。そのお相手は責任感がある、そして実は非常に打算的で抜け目がなくて現実的で、不必要な危険は犯さない、そういう方々ってことなんですよ。なので何かちょっとね、この感じだと色良い返事もらえてないんじゃないかなっていうような感じがしなくもないな、うん、次いきます。あ、こんな順番で今回引いてるんですね。出た、出ました、このまんまじゃないですか、これファルスパーソン、偽物ですよ。これよく婦人に出てくるんですよね、気持ち悪い。コートパーソン、ミリタリーパーソン、面白い、これ全部パーソン、パーソン、パーソンね。こんなカード3枚、それ全部何か人を表しているというか、うん、これはもう偽物です、うん、偽物と、それから間違った大義、間違った計画、そして不適切な態度と不適切な決定というものを警告するカードなんですよ。なのでこれ夫人と考えるとするじゃないですか。そうしますと、この例えばですよ、例えばの話です、島津家の方々とかね、は警告されている感じです。天から天からですよ、こいつからじゃないですよ、こいつと言いますね、うん、だってこれほらもう人じゃないじゃないですか、こんなもの。偽物たち、それから間違った大義、間違った計画、ね、不適切な態度、不適切じゃないですか、偽物が何がなんちゃってですね、なんちゃってついたって立候補はないですよ、ね、で、なんちゃってついても立候補じゃない、行使はないですよね、うん、私ねちょっと余談になりますけれども、行使、非天下って言葉あるじゃないですか、あれね、もう本当にね、もうなんて身の毛もよだつほど、もうゾーッとしますね、あの人間に当てはめられてると。もうね、本当に気持ちが悪い、もう言うのもやめてほしいですね、皆様に、本当に、まあ、これは私の希望でございます。でこれはね、不真面目とか、なんせフェイクなんですよ。ね、口先だけ、心は全然こもってない。これはね、これを何かお話しされたその相手、ね、
悪の軍団がのお相手が、お相手と申しますね今度から、このお相手はこの不真面目さと口先だけの心がこもっていない感じ、フェイクな感じは分かっておられます。それから嫉妬が根本にあるっていうのも出てるんです。嫉妬深い人を表すんです。それとか嫉妬がものすごく深い状況っていうのも表すんです。なぜこんな状況にまでなっているのかっていうことが、情けないことに嫉妬も大きいっていうところにあるんですよね。情けない、そして偽善です。偽ですからね、いい人そうに見せてるんですけど全然違うんですよね。あとね、嘘の口実なんです。嘘の口実だから、先ほどのお話じゃないですけど、間違った大義、間違った計画、口実で言ってるだけなんですよ。根本全然違うんですよね。ごまかしとか策略を表します。何かそれを前面にもう出してしまっている。でお相手は警戒している、そんな感じで、こちらなんですけども、これはね、とにかく裁判に関係する人々、そこから発生してどん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 広がって、結構広い範囲までの人々を表すんですけれども、このカードが伝えていることはね、議論とか口論、それから抵抗なんです。抵抗するとか異議を唱えるとか、そういうことがあるんです。でもね、もう一つ、何か圧力をかけられて同意したくないことに、いやいや従うようなことになるっていうことも表してるんですよ。だから、何か単刀直入に、例えばお願いというのはちょっと聞こえばいいですけど、まあ指示したような感じ、指図したような、そんな感じだったとするじゃないですか。そこに抵抗があるんですよ、受ける方は。でももしかしたら今後圧力をかけられて同意したくないことにいやいや従わなければいけなくなるかもしれない、それが出ています。そしてこれは、これも人々を表すんですけど、ユニフォームを着るような職業の人々を一応伝えます。一応ね、全てのユニフォームです。でこのカードが伝えているのは、この特定の件、この問題っていうのは、というのは単刀直入に話をしたこの問題っていうのは、もうまさにこのように予想されていたことだっていうことをカードが示してるんですよ。なので受けた側はそう思って、ああもうまさにこれは予想したことだと。なんかね、あとね、安全性とか安定性が必要ということを話してるはずなんですよ、ね。で、あのね、注文というワードが今回は来ます。注文、要はこうしてほしいとか、そういうことをね、指図してるんですよ。希望して指図する、希望といえばね、聞こえばいいんですけれども、まあ半ば指図しに行っているような感じだと思うんですよね、なんかそんな感じが出てます。次いきます。マレディか、ウィドウ、オフィサー、なんだろうな、これって H ですね、で見てください、これはね、キーの姿だと思いますよ。本当大丈夫なんですかね、もう本当に本当大丈夫なのかなってぐらいですね。これ何かこれ系のお話ですかね、まだまだちょっとね、まあ、そう決めるのは早いですけども、オフィサー、これはね、例えば近々、当局とか警察から連絡があるという意味だったり、あとは人生に規律と秩序をという、そういう、戒めのカードなんですけれども、この意味がちょっと、なんだろうな、お役人まで広げても、ちょっとね、ピンとは来ないですけど、これ H でしょうね、H だと思う。なんかね、これって今回は非常に慎重にしなければならないっていう意味があるんです。今回は非常に慎重にしなければならない、そうでないと高くつきますよっていう、
そういうなんかカードなんです。なのでね、あとは病気を表します。この絵からでいいんじゃないかなという感じがしますね。見てください、これ病気の後でこうですからね、お墓出てますからね。なんか本当は相当悪いんじゃないかという、なんかそういう感じが。ソルジャー、あれワイフ、あれちょっと待ってくださいね。これね、このカードでいつもね、だいたい伝えるのはこれ陛下なんですよ。陛下とキーですね、大抵はね、大抵はキーで何か会話とか対話っていう風になってるんです。なのでここでお話があった、何かお話をね、したキーがねとかね、そういう風な想像はできなくもないんですけど、ちょっとこの組み合わせ、前回の特別期のね占いで、特別期のねトラブルね、あれでこれが出て、私これをね、あの時は自衛官みたいに受け止めたんですよね。まあ、広い意味ですよ、防衛省とかね、そんなのキーワードに私は出したような感じがするんですけど、それなんですかね。とにかく対話がなされている、なんだろうこれ。あの時はね、あの占いではここ忘れもしれない、この2つで上機嫌だったんですよ、祝杯あげてるようなそんな感じだったんですけど、あの時と同じ かもしれないです。なので例えばこれがもし今陛下を物語ってるとすると、あの時も陛下だったのでしょうか。でもあの時は私はちょっとね、あんまりね、本当に一生懸命真面目にお仕事なさっている方がたくさんたくさんおられますので、そんな風になんか自衛隊とかね、そういう風にもう出すことは私は嫌いですよ、嫌いですけれども、ちょっと感じたことをね、例えばその一部の人間とかね、そんなこと言えば警察とかみんなそうじゃないですか、一括りにしてどうのって言えないじゃないですか。なのでいやこれちょっと覚えだけにさせてください。ちょっとなんか、うわ、なんだろう、会話してる。でもいろいろ出てくるんですよね。これなんかね、まるでね、本当に危ないもの。なんか狙撃手みたいに見える時もあるんですよね。わあ、見てください。泥棒出ましたね。Lightness。The house か。なるほど、やっぱりねこれね、そーっと盗む話ですよね。何をしに勢ぞろいしたのかなので、でこれまた全員に当てはまる、ぴったりと当てはまってますよね。軽率と軽はずみさなんです、これで。これというとこの The House っていうのはもう皇室って感じがしますよ、もうそのものみたいな、もうで、ご一家で言えばもう完全に天皇ご一家っていう感じですよね。それをこう盗む、そういうお話でしょうね。ね、そういうお話なんですよ。ただ嘘の口実とかって言ってますので、偽善とかね。なのでどんな、ね、嘘の口実をしてゴムマスクかぶって言ってるのか知りませんが、ミスフォーチューン、あ、夫人出ましたね。H ですね、 H だ、これ多分これで2回目ですよ。火だるまになってるんですよ。非常に慎重にしなければならない、今回も次回は小さなものでは済まないっていう、この火がね、前回はまだ小さな火種でね、ぼっと消せたりしたかもしれない、ね、多少燃えても、でももう今度はもう非常に慎重にしなければ、もう本当にまずいことになるっていうような感じなんですよ。でそこにもう危険と不幸と災いを表しているので、実際こんなもうこの一味、この一味、この軍団、もう本当に火だるまですよこれごめんなさい。で夫人、ね、これは H となんちゃって男系男子軍団です、もう火だるまになってる、それで言ってるんですよね。
でも H のことだと思いますね。大体ね、この件っていうのは一社だけだったんですか？テレビ局っていうのは。私一つしか見てないんですよ、ね、もしかしてもっとあったのかもしれませんが、なんかおかしな報道ですよね。わざとらしいというかね。ごめんなさい、本当に、ね、いきます。ドクターね、お医者様が出てるんですよ。これ例の新しく来られたね、高脂食 G とかサプライズプリスト、これもしかして本当に聖職者なのかな。今回はこれは間違いないお医者様なんですよ。でここに座っているのは H だと思いますよ。で驚きのカードなんです。驚きでもね、これって同じ驚きでもね、なんか思いがけない贈り物とか利益とかそういう意味のあるカードですので、これ適当にこういうところにねパッとこう網を入れたらこんなに引っかかってきたみたいなカードなんですよね。ねえ、だからちょっと何を意味してるのかな。でもしもここにこんな病気でね、ドクターのところに何の宗教であるこういう聖職者が来てお祈りしているようなことになると相当悪いような感じですよね。ねえ、それかそれでも何か信念を表しているのかもしれないんですよ。でもあんまりピンとこないな。ちょっと待ってくださいね。これね、私は今でもですよ、これ H だと思ってます。でもこれね、よく皇后陛下で出るんですよね、この正しさというかね。その時にそうなると、これちょっとね、ドクターがいて皇后陛下がおられて、こうなんか思いがけない贈り物とかね、なんかありそうですよね。何が思いがけないかは分かりませんが、ね、受けるに値する、ね、何か贈り物はたくさんございますよ。国民からの愛とかね、何をしに、でもなんかこれやっぱり H だと思いますね、ごめんなさいね、なんかこっち引っ張ったりこっち引っ張ったりみたいな感じの読みをしてすみません。 H だと思うんだけどな。なんかわあ、ここまで言うか。あ、やっぱりね、相当病気悪い。これウィークネス見てください、これこの病気ね、看護師逆さです。これね、身体的疾患表すんですよ。身体的疾患だけど、もう精神をも犯しているぐらいの状態を表したりで、カード自体が非常に悪いカードですと言ってる、そういうカードです、あ、非常に悪いじゃない、良くないカードだと言っているんですか、悪いカードなんです。で、逆の時はもう気持ちが地にまで落ちている感じ。 もちろんそこまで行ってしまってくださいよね、本当に、そういう感じとか、状況がもう塞がれている、そんな感じとか、あとは身体的疾患があった場合はっていうか意味なんですけど、かなり進行した段階にあるということを示す悪いカードなんです。やっぱりね、病気がなんか進行していて、何か OED にお願いしに行くって言ったら聞こえばいいですけど、嘘の口実で、もう半分命令みたいにして何か、ハビーズエンターテインフレンドシリアストラブル、これなんだろう、これ H の状態のような感じがしますね、ペタッともうこういうのに、ね、くっつかれている。でもこれはね、この裏はですなんですけど、こちらですと、重大な問題とか重大なトラブル、あとはそうだな、なんだろう、なんか面倒なこととか面倒くさいことになってるんですよ。というか、お前らはいつも面倒だろう、本当に存在が面倒だね、本当に早く、もう一日も早く早まる、これしかない、この言霊言い続けます、ね、でこれなんですけど、
これなんかね、今回来るのは何か H の好きなこととか H の趣味とか、あとはね H を慰めるようなこと、楽しませるとか、まるでなんかちっちゃい子供と遊んでるような、なんかそんなイメージ。あとはね、娯楽とかね、なんだろうね、遊戯、もっと広げると催し物とか芸能とかね、まあエンターテインですのでね、なんですけど、もてなすっていうのも来るんですよね。でこれが友達じゃないですか。なのでお友達呼んでもてなしてる状態とも考えられるんですよね。好きなこと、趣味、なんだろう、お友達なんているんでしょうか。でこれでも面倒なことになってるんですよね。これ影武者ですかね、遊んでるんですかね。こんな状態だって、これね、あの別に誰かの思念というわけじゃなくて、カードがね教えてくれていることなんですよ。何をしにって、こういうのが根本にあるってことを伝えているんだと思います、次いきます。 1,2,3,4 あれ4枚ちょっと4枚出たか、ちょっと見ますね。あ、そっか、なんかね気になって4枚引いたんですよ、どうしてもこう選べなかった。いきますね。サクセス、トライアンス、インビテーション・トゥ・ザ・カントリーだ、サディスファクション、アバンダ、何かこういう状態だっていうのをカードは伝えてますね。これなんか、なんかこれね、あの読みとしてキーっぽいですよ。これどう考えてもキーっぽい、これってね、成功とか、まあ、達成、あとは何かキーなりに偉業を成し遂げようとしているというような征服なんですよ、征服、あとはね、そうだな、なんだろう、何かを実現しようとしているとか、そんな感じかな。あとね、もう一つね、何か不当な扱いをされた仕返し、不当な扱いされてるのは皇后陛下ですよね、本当に年の宮愛子内親王で陛下もですよね。不当な扱いをされて、もう我々がもうね、もう100倍返しにしてやりたいですよね、本当に。何が仕返しだね。でこれ国への招待なんですよ。外国人女性ですからね、外国人女ですからね。でそれが入ってきている、ね、何か偉業を成し遂げようとして入ってきた、何が偉業だ、まだもう一言一言怒っていても仕方ないんですけどもね。でこれ満足、納得、成立とか、まあまあこの結婚もそうですよね。これアートキーなんですよね。でもこれそれがなんですよ、今これもう何か計画、自分が果たしたい希望とか、勝負を挑んでるのは勝負かもしれない、それを、まあ、なんか諦めなければいけないような、断念しなければならない、中止しなければいけない。もう一つありますよ、これ国から去るっていう意味もあるんですよ。もう早く帰って、もう本当にね、もう早くじゃない、早く帰れみたいな、なんかね方言出ましたね、なんかそんな様子が出てる。これこんな状態なんですよと、今こんな状態なんですよ。でもあんまりね、これキーだけとか絞らない方がいいと思いますね、これ、これあの大きく取った方がいいと思いますよ。外国勢力なんじゃないですか、国への招待、なんで外国が日本に入ってきてるのっていうところから始まって、今このままだとこうなるんだっていうことで、この国から立ち去らなきゃいけなくなる、そういうふうに取った方がいいと思いますね、次いきます。ブーム、またほら泥棒なんですよね。メッセンジャーか、まあまあ死者伝言、これはね、でこれはこれ居場所なんですよ、居場所なので居場所を盗む、でこれメッセンジャーなので、
居場所を盗むということを伝えに行っているというか、そういうことなのかもしれないんですね。え、それかもう逆にも見えますよね。これ留守のところに入り込んできているようにも見えるんですよね。思いませんかね。え、そういうふうにも見えますよ。本当によからぬことなんですけど、入り込んできているのはもう国なんじゃないんですか。これ皇室とかもそんな小さなこと、皇室は小さいことなんですよこれ。まあまあ、あの今劇場です、はい、次いきますね。ミスフォーチューン、バース、プレグナンシー、なんかこれ、あ、やっぱりそうだ、これ H ですね、 H です。うん、 H、 うん、見ての通りですよ。だいたいこれほら不幸、不運、不運、やつらにしたら不運なんですよこれ、ね、逆境になってるんです。せっかく妊娠出産した H、今ねこれ治療してるんです、療養、養生、あとね来るのに療薬ね、何かお薬で一生懸命治療している、そんな段階。そこで何をお願いに来たんですかね。鹿、鹿かな、うん、まあ H にこうつなげたいっていうのはもう間違いないことなんだけれども、相当悪そうなんですよね。ここまでカードが出してきてるので、これをほらね、うん、で次いきます。あ、6枚引いてる、いきますね。さて、インセンスバーナーだ、タワー、ベア、はあ、なるほど、うわ恐ろしい。これね、不要なものを取り除くなんですよ。そのお話をしに行っている、これ年の宮様でしょうかね。不要なものを除去する、処分する、一掃するみたいな、そういう感じ。そしてこれが出ている、タワー、これが出るということはもう支配、制御、もうコントロールなんですよ。統制とかね、あとはね、そうだな、規制とかね、規制するっていう、あとね順序っていうのがあるんですよ、順番ね。なので優先順位に並べ替えるとかね、そういう意味もあるんです。なのでなんかね、あとエゴ、とってもエゴ、エゴと力、持っている力、書類仕事とか法的事項とかいうのもございますので、やっぱり天板改正のことだろうな。1枚目にこれから起こる変化に備えっていうのがありましたよね。それを踏まえてだと思います。すべきかすべきではないか、うん、これをね、処分っていうのをここでもうほぼ命令的に、うん、なんかそんな感じがする。でこれなんですけれども、これってね、感情的にも社会的にもこう重く、こう重くずしっとこう重みがあるんですよ。なので重みを持って話をしたと思いますよ、単刀直入に。有効性、影響力を漂わせながら、うん、強さと力を表すカードです。ただこういうふうにちょっとね、こんなカードとかが周りにあると、これは大変高圧的だったこと、威圧的、尊大で横柄だったことが出てるんです。なので嘘の口実、フェイクでゴムマスクかぶってるかもしれないね。だけど実は単刀直入にズバッと言っていて、結構こう強制的にっていう、そういう感じがするな。次いきますね。クロスロード、サン、スピリット、ああ、わかった。これね、これはカードがそのお相手をした方々に語っていることだと思います。これ選択を迫られる瞬間なんですよ。選択迫られていると思います。何か。ね。
すべきかすべきでないかって変わるもあるので、まあ、なんかまた腹渡がね煮えくり返ってきましたよ。ちょっと決心決断決定なのでそれを促してるんですよね。妥協とか譲歩させたりとかそういうこと、ただカードが伝えているのはこれを見なさいってことなんです。あなた方はこれを見なさいということをカードが伝えているんですよ。成功、勝利、名声、栄光、力とか自信、ね、幸福、激励、この眩しさ、ね、天皇ご一家ですよ。これ天皇ご一家ですよ。もうこのね勢ぞろいした軍団なんてもう真っ暗ですからね、周りもう本当なんかねウジ虫がうごめいてるみたいですよ、あの一つ一つの動きがすべて、いや気持ち悪い。でこれはもうまさに前例なんですよ。この隣にあるとこちらを見なさいと、こちらの方へ行きなさい、選びなさいってことを言っているということは、案に何を言っているかというと、この逆へ行くことを単刀直入に命令しに行ったような感じなんですよね。でもカードはここを見なさいと、明るい方へ行きなさいということ。これ日本の国旗のようにも見えますよ。私今この周り、ね、太陽、これは前例ですよ、ご先祖様ね。はい、それでは本日のリーディング以上にしておきます。ご視聴くださいましてありがとうございました。私はいつもいつも皆様のお幸せと愉快を応援いたしております。